一般質問を続けます。18番山本直美議員。未来創造チームの山本直文です。本日最後になります。よろしくお願いいたします。また私のことで大変恐縮ですけれども、先月の今日同じ日に私第2子が生まれまして、ちょうど本日が生後1ヶ月になりました。これまた偶然なんですけど、私と同じ誕生日というですね、私は昭和44年、子供は平成24年というですね、時代をまたいで同じ誕生日という、また驚いた生命の不思議を私感じております。その子は成人になる、20年後の2032年の日本は一体どうなっているのでしょうかと。そしてその時にはこの千葉市も政令市になって、ちょうど今が20年ですので40年を迎えますけども、一体どのような都市になっているんでしょうか。今の日本はですね、わずかこの6年で6人の総理大臣が変わる国ですから、それこそ20年後にはどの政党が政権を担って、その時誰が総理大臣になっているというのは全く想像ができません。しかし少なくともこの千葉市に住む限りは、では、ほんの少しでも今よりいい社会を実現してあげたいな、一人の親として思います。私は今までも、そしてこれからも自分ができることから、本気で千葉から日本を元気にするんだという覚悟を持って全力チャレンジしてまいります。それでは中間に従いまして質問を行います。ソーシャルビジネスについて。現在の千葉市は大変厳しい財政状況にありますけれども、そんな状況下において、さらに少子高齢化はますます拍車がかかっております。一方で、市民からの行政に対するニーズは多様化しておりまして、限られた財源できめ細かな住民サービスを提供するのにもおのずと限界があります。国が進める新しい公共の理念を受けた事業や、NPO などの新たな担い手もまだまだ十分育っている状況にはなっておりません。しかし、そのような環境下において、社会の抱える課題を自らの経験を生かして解決しようとする、定年退職をした段階の世代や、雇用環境があまり改善されない中で、先の見えないサラリーマンになるよりは、自らが起業するという学生が確実に増えております。そこで、千葉市では、これらの受け皿として、コミュニティビジネスの普及に取り組んでいますけれども、現在の取り組みの状況についてお伺いいたします。次に、国においてはソーシャルビジネスを、地域の課題を解決するという限定的なコミュニティビジネスよりも、事業の対象領域を国内外を問わず、ホームレス問題などの社会的課題の解決を目指す取り組みと定義しています。そこで、コミュニティビジネスのソーシャルビジネスへの誘導が必要と考えるけれども、市の見解をお伺いいたします。次に、新しい公共について申し上げます。今から2年前の平成22年6月に政府によって新しい公共宣言が出されました。新しい公共が作り出す社会とは、支え合いと活気がある社会のことです。すべての人に居場所と出番があり、皆が人の役に立つ喜びを体験する社会であるとともに、その中から新しいサービス市場が起こり、活発な経済活動が展開され、その果実が社会に適正に戻ってくることで、人々の生活が潤うという循環の中で発展する社会のことです。現在、市民局において新しい公共に関する取り組みをしておられますけれども、この考えに合致するソーシャルサービスを担う事業者が増えることで、社会や課題が課題を解決すると同時に雇用が生まれ、税収が増えます。これからの日本は千葉市も例外なく人口減少、高齢化社会に突入します。そのような社会においては従来通りの行政だけで住民サービスの提供を担うことはもはやできなくなります。そこでお伺いいたしますが、ソーシャルビジネスを行う事業者が新たな公共の担い手として増えることは、市にとっても大変メリットが大きいと思われますが、ご見解をお伺いいたします。経済産業省ではこのソーシャルビジネスについて、地域社会が抱える課題解決に向けて、住民、NPO、企業など様々な主体が協力しながらビジネスの手法を活用した取り組みであるとしておりますが、バングラディシュでグラミン銀行という銀行を立ち上げた、マイクロクレジットで有名なノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌス氏は、このソーシャルビジネスの定義を次のようにしています。配当という形で利益を投資家に支払うことなく、
内部留保することにより、新たな製品やサービスを生み出す企業であるとしています。社会問題を解決する事業で利益を上げても、それを株主に配当を出さずに、その利益で次の社会課題解決を行うという極端なことを言えば、地域や社会の課題を解決するだけにある会社、企業ということです。まあ、配当として出す分をそのまま社会を良くするために使うという非常に先端的な考えではありますが、これからの社会において求められる企業の新しい形ではないかと思います。日本国内においては、いわゆる会社法などの法律もありますので、このような形態を取る企業が実際に成立するかは検討の余地がありますけれども、この理念についてはまさに新しい時代を市民や企業が主体的に担う取り組みであり、このような事業者が市内で活躍することは千葉市にとっても多くのメリットをもたらすと思います。そこで、ソーシャルビジネスを起業する場合、千葉市としてどのような支援ができるのかをお伺いいたします。次に、千葉市は昨年度末に千葉市地域経済活性化戦略を策定し、その中で定常化社会を公共のビジネスで支えるという戦略があります。その戦略とは、社会貢献型の商業活動に対する支援を強化し、コミュニティビジネスの普及と促進の強化を掲げています。また同様に、起業家育成、新事業の創出という戦略においては、インキュベート施設の機能を拡充することや、若手起業家への創業支援の強化を掲げています。その戦略にのっとって、例えば若者が多くのソーシャルビジネスを起業し、そのような企業が市内に増えることはとても良いことだと思います。新たにオープンするインキュベーション施設は、特にそのきっかけを作り、加速させる場とですね、その仕組みが非常に重要だと考えております。そこでは、ソーシャルビジネスでの企業支援を積極的に行うだけでなく、入居している人間同士が、お互いの強みを発揮し、互いに協力し合う文化が自然と醸成され、さらに今までにはない新しい付加価値が生まれることで、新しいビジネスも生まれます。そこで、新たなインキュベート施設にソーシャルビジネスの拠点となるような仕組みを導入すべきではないかと思いますが、ご見解をお伺いいたします。それでは次に再生可能エネルギーについてお伺いいたします。先の代表質疑で、公明党の村尾議員による代表質疑に対しまして、蘇我廃棄物最終処分場跡地に2メガワットの太陽光発電設備の設置を計画しているという答弁がされました。そこで、今回、その事業者の選定に関して、誰がどのような判断を行う体制で進めていくのかについてお伺いをいたします。次に、今回のその企画提案方式による入札には、何社程度が応札すると考えているかについてお伺いをいたします。また、今回の企画提案方式による入札に関して、事業者から、千葉市にとってはですね、どのような提案をしてもらいたいと考えているのか、そのことについてお伺いをしております。次に、再生可能エネルギー、審議会においては、千葉市が固定価格買取制度を活用して、発電事業を行う際のメリット、デメリットは、どのようなものがあると意見が出されたかについてお伺いをいたします。また、そのことに関連しまして、仮に2メガワットの太陽光発電が千葉市独自に行った場合、20年間の予想される収支はどのように推移すると想定しているか。また、再生可能エネルギーの導入を20年の長期スパンで考えた場合、事業者への用地を提供することで入る土地の価値付け料、および固定資産税の総額とですね、市が独自に発電事業を行った場合の入ってくる歳入との差はどの程度になると予想しているのかについてお伺いをいたします。また再生可能エネルギーの普及について長期的にはどのようなビジョンを描いているのかをお伺いいたします。今回の企画提案方式で事業者を募集するメガソーラー計画は蘇我廃棄物最終処分場跡地を予定されておりますが、例えばそれ以外にも市内の公共施設の屋上であるとか、未利用、私有地の使っていない未利用地であるとか、物理的に500キロワットから、2メガワットまでのメガソーラーを設置できると、
想定できる場所はどれぐらいあると考えているのかについてお伺いをいたします。私の個人的意見としましては、今回の企画提案方式によって土地の貸付料を取るというやり方よりも、千葉市が独自、千葉市が事業主体として発電事業を行った方が良いのではないかと考えております。そこで市の自主財源ができるという視点で考えると、再生可能エネルギーを活用した発電事業は新たな再エネの確保という面において極めて有効な手段だと考えられますが、ご見解をお伺いいたします。また市の再生可能エネルギーによる本格的な発電事業を行う際に解決しなければならない課題はどのようなものがあるのかについてお伺いをいたします。千葉市の財政状況は今後も厳しい状況が続きます。人件費のカットも含めて大変厳しい状況が続いております。だからこそ今までにはない新しい手法で再エネの確保策はないものか、私も常に考えております。そして今回固定価格買取制度が始まった太陽光発電などを活用して、少しでも千葉市に独自財源確保できないかなと、私なりに太陽光パネルを設置できる場所をいろいろ探してみました。そして、見つけました。例えばですけれども、千葉都市モノレールの桁の側面に太陽光パネルを設置した場合、どのような課題があって、その場合どの程度の売電収入が得られると想定しているかについてお伺いをいたします。さらにはもっと大きなものを見つけました。それは耐震工事がすでに済んだ小中学校校舎の屋上に太陽光パネルを設置した場合、その場合の課題と、またそこから上がってくる売電収入が得られるとしたならば、どの程度と想定するかについてお伺いいたします。そして最後にある意味確認の意味でお伺いしたいんですけれども、千葉市自身が事業主体として発電事業を行う考えはないのかについてお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。答弁願います。経済農政局長。ソーシャルビジネスについてお答えします。まず本市のコミュニティビジネスへの取り組み状況についてですが、本市では地域や社会の課題解決に向けて住民、NPO、企業などさまざまな主体が協力しながらビジネスの手法を活用して取り組むコミュニティビジネスを普及させるため、近隣5市に働きかけてコミュニティビジネスシンポジウムを共同開催したり、他の模範となるコミュニティビジネスの事業モデルを千葉市コミュニティビジネス賞として表彰しております。また近年、関係機関や関係団体が主催するコミュニティビジネスに関する講座研修等が増えていることから、多くの市民にこれらの情報が伝わるよう支援を行っております。次に、コミュニティビジネスのソーシャルビジネスへの誘導における市の考え方についてですが、本市ではコミュニティビジネスとソーシャルビジネスはどちらもビジネスの手法を活用して地域課題を解決する事業活動であると考え、分け隔てなく支援しており、事業活動における採算性を高め、継続的に活動が行えるようにすることが重要と考えております。次に、ソーシャルビジネスの事業者が新たな公共の担い手として増加することの市のメリットについてですが、行政を補完する主体として民間の創意工夫を生かした新たな取り組みや質の高いサービスが生み出されることなどが期待されるとともに、雇用や税収の増加につながるものとして市にとってもメリットは大きいものと考えております。次に、ソーシャルビジネスを起業する場合の市の支援についてですが、本市には産業振興財団、商工会議所、金融機関、NPO の中間支援団体などで構成する千葉市コミュニティビジネス推進協議会があり、市が相談窓口となり、その内容によりそれぞれの機関を紹介し、相談内容の解決に努めております。また営利法人として起業する場合は産業振興財団の各種支援を受けることができます。最後に、新たなインキュベート施設にソーシャルビジネスの拠点となるような仕組みを導入するかについてですが、新たなインキュベート施設においてはアイデア段階からの起業やごく少人数での起業を容易にするため、30席程度のフリースペースを設置することとしており、ソーシャルビジネスを起業する方も入居対象となります。
新たなインキュベート施設は、学生や主婦、高齢者をはじめとした多種多様な業種の入居者が、互いに活発な交流や議論を行う環境を設けることで、企業間の連携や新たなビジネスモデルが生まれることを狙いとしており、こうしたフリースペースの特色を生かして、市内におけるソーシャルビジネスの発展成長に寄与してまいります。以上でございます。環境局長。再生可能エネルギーについてお答えします。まず事業者の選定についてですが、土地の貸付料や事業計画など事業者による企画提案の内容を評価するため、千葉市環境審議会の中に学識経験者や公認会計士など有識者による事業者選定委員会を設置することを予定しております。次に、入札には何社程度が応札するかについてですが、最近実施されました浜松市のメガソーラ発電事業の企画提案では、23社から応札があったことから、複数の事業者からの応札があることを想定しております。次に、事業者からの提案内容についてですが、土地の貸付料の額や普及啓発に資する事業内容などを企画提案してもらうことを考えておりますが、今後、事業者選定委員会において募集要項を審議していただくこととしております。次に、再生可能エネルギー導入専門委員会における本市が発電事業を行う場合の意見についてですが、メリットとして、長期的には売電収入が得られ、本市の財政に寄与すること、デメリットとしては多額の初期投資が必要であることなどの意見がありました。次に、本市が独自に発電事業を行う場合の歳入と事業者へ土地を提供した場合の貸付料及び固定資産税の総額との差についてですが、本市が事業主体として2メガワットのメガソーラーを設置し、20年間運転する場合の総事業費は設備費、造成工事費、系統連携費、維持管理費などの合計で約14億8000万円を見込んでおります。一方、売電収入は売電価格を現在の1キロワットアワーあたり42円とした場合、総発電量から約16億3000万円となり、市は1億5000万円の利益を得ることができます。これに対して、事業者に土地を貸し付けた場合、貸付料と固定資産税により、20年間で約1億5000万円の収入を見込んでおり、差はないものと試算しておりますが、両社の維持管理経費を同額として試算したものであり、本市が行う維持管理費は、複数の設備を一括して管理する事業者の維持管理費より高額となることが想定されますので、土地を貸し付けた場合の方が、市の歳には多く見込めることとなります。次に、再生可能エネルギーの普及に関するビジョンについてですが、現在、再生可能エネルギー導入専門委員会で、再生可能エネルギーの普及拡大に向けて、導入目標や目標達成のための施策などを盛り込んだ、平成32年までを計画担とする再生可能エネルギー等導入計画の策定を進めておりますので、その中で検討してまいります。具体的には、太陽光発電や太陽熱利用のほか、地中熱や、高ジェネレーションなどの普及拡大も含めた本市の特性を生かした計画の策定を目指しております。次に、物理的にメガソーラーを設置できると想定できる場所についてですが、設備容量1000キロワットのメガソーラーを設置するためには、太陽光発電パネル5000枚以上の設置が必要となり、少なくとも約1万5000平方メートルの面積を必要とすることから、現在設置可能な未利用の私有地は5カ所あります。次に、再生可能エネルギーを活用した発電事業が歳入確保という面において有効な手段であるか、及び本市が再生可能エネルギーによる本格的な発電事業を行う際の課題については関連がありますので、併せてお答えします。本市が発電事業を行うことは、売電収入による歳入も見込めますが、契約時期によって電気の調達価格が低下すること、設備投資や維持管理に多額の費用を要すること、地盤の状況や系統連携にかかる費用が立地条件により大きく変動することなどに十分留意する必要があると考えております。次に、
千葉都市モノレールの下田の側面に太陽光パネルを設置した場合の課題と売電収入についてですが、設置する場合の課題としてパネルの荷重や風荷重による桁への影響のほか、桁本体及び桁の上部にある電気通信線の維持管理などが考えられます。また、モノレールの総延長距離 15.2km のうち、比較的条件の良い3分の2の 10km にパネルを設置すると仮定すると、パネル面積は約1万5000平方メートルとなり、単純に計算すると年間で約100万キロワットアワーの発電が可能です。今年度中に設備認定などが終了した場合に適用される売電価格1キロワットアワーあたり42円で試算すると年間約4200万円の売電収入が見込めることとなります。次に、耐震工事が済んだ小中学校校舎の屋上に太陽光パネルを設置した場合の課題と売電収入についてですが、校舎屋上への設置についてはすでに実績もあり大きな課題はないものと考えますが、屋根、シート防水などの改修が必要となる可能性があることや取り付け方法などについては検討の必要があります。仮に耐震工事が済んだ小中学校校舎の屋上のうち、パネルの設置可能と考えられる面積約15万8000平方メートルから単純に計算すると約10メガワットの発電設備が設置でき、発電単価を1キロワットアワーあたり42円とすると年間約4億2000万円の売電収入が見込めることとなります。最後に、市が事業主体となって発電事業を行うことについてですが、本市が発電事業を行い、売電収入を得ることもできますが、多額の初期投資が必要となるほか、立地条件によりリスクを負うこととなります。そこで、土地や公共施設の屋根など、発電設備を設置できる場所を事業者に提供するなど、事業者が発電事業を実施しやすい環境を整備することで、地域の再生可能エネルギーの普及に努めてまいります。なお、今後の導入計画については、環境審議官に諮問しており、その答申を踏まえ、検討してまいります。以上でございます。山本直文議員。それでは、2回目の質問をいたします。ありがとうございました。大変わかりやすいご答弁でございます。まずじゃあ、ソーシャルビジネスについてお伺いいたしますけれども、社会の課題を解決する際にはですね、持続可能性が問われている。だからこそ、事業的スキームじゃないと、誰かのお金とか、誰かのボランティアと長続きしないということから、あえてこういうことなんですけども、まさにその社会の課題という意味におきましては、たくさんいろいろあるわけで、ですからまさに他局と連携した取り組みが大事になりますが、まあ、今回はその経済、農政局にお伺いしているのは事業という観点で見ているからなんですが、コミュニティビジネスを普及推進するために他局と連携した取り組みを行っているのかについてお伺いいたします。次に、現状もすでにいろいろ取り組みされてますが、そのコミュニティビジネスの施策に関しましてね、ここから改善の余地が、どの程度あるのかと、今後の展望について、これについてお伺いをいたします。それから、ソーシャルビジネスについて3番目は、提案型の質問させていただきますけども、再生可能エネルギーとちょっと組み合わせた質問になりますけどもね。仮にですね、これこそ経済農政局として所管している未利用の私有地ですね、例えば、花見川にある生き生きワクワクの農業の、とまだ、利用がまだ決まってないところがありますね。例えばそういうところを活用して民間に委託する形で太陽光発電事業を例えば仮に行うとします。先ほどの話からすれば3ヘクタールの広さがあれば2メガワットの太陽光発電が独自に行うことが可能になります。さらに、現時点においては今の段階ではまだ1キロワットアワーあたり42円でこれは20年間買い取ってもらえますから、千葉市が発電したらなることで、土地の値段も変わりませんし、固定資産税も払う必要がありませんので、非常に有利なことだと私は考えております。さらに、この固定価格買取制度はですね、最初に契約した条件が20年間ずっと守られるということですので、条件が悪くなる前にやった方がいいんじゃないかなと思うんですが、これは20年間安定的な売電収入が得られるんだと。そうだとすると、例えば毎月入ってくる、
売電収入をプールするためにですね、ソーシャルビジネス支援基金みたいなものを作りまして、その基金から毎年新しいこう、企業家にこう支援する仕組みができないかなと。うまく組み合わせることによってですね、市内にソーシャルビジネスを立ち上げたいこの若者とか、実際に起業する、起業家で溢れる都市になればですね、必ず千葉市の経済も活性化されるんじゃないかな、このように思うわけですね。太陽の恵みである太陽光発電というものです、ね、を、毎年独自財源そこから生み出して、ソーシャルビジネス立ち上げの支援を行うことによって、地域や社会が変える課題をだんだん解決されるんだと。また新規に創業する人が増えることで、新たな雇用が生まれて、税収も増えます。今回の提案は非常に私なりは理にかなっているんじゃないかなと思いますが、ご見解をお伺いしたいと思います。次にですね、再生可能エネルギーについてお伺いいたします。たくさん先ほど質問答弁いただいてありがとうございました。先ほどですね、今後、環境審議会から答申を受けましてね、市としては、今後どのように、まさにその再生可能エネルギーを進めていこうとされているのか、これについてもうちょっと詳しくお考えをお聞かせ願いたいと思います。それと、この間、新聞で取り上げられましたが、先ほどの蘇我、最終処分場への設置につきましては、貸付料についてやると。これは、やはり42年のうちにやらなきゃいけないという時間的な問題と、それから、廃棄物の埋め立て地というのはなかなか土壌がしっかりしていると思いませんので、なかなかその辺の不足の事態があると思いますので、今回はリスクを回避するという意味で、貸付料を取る、ということになったと思うんですけども、一方で千葉市として、今、千葉市環境審議会に、どういうふうにやったらいいのか、今、諮問している最中でもあって、最終答申が12月に出るという段階でもありますので、少なくともこの蘇我の部分に関しましては、貸付料で行こうと思いますということで、この委員さんには、ある意味ご理解をいただく必要があるんじゃないかなと思うんですけど、そこについて、お伺いをしたいと思います。以上です。答弁願います。経済農政局長。ソーシャルビジネスについての2回目のご質問にお答えをいたします。まず、コミュニティビジネスを普及推進するため、他局との連携についてですが、コミュニティビジネスの担い手として NPO の割合が多いことから、事業継続においてビジネス的視点を持ってもらうよう、今年度から、コミュニティビジネスシンポジウムと市民活動フェアを同時開催することを予定しております。また、地域課題の解決を目指すコミュニティビジネスに対する市職員の認識、理解を深めるため、町内勉強会を開催しております。次に、現状のコミュニティビジネスの施策の改善余地と今後の展望についてですが、本市のコミュニティビジネスの地域プラットフォームである千葉市コミュニティビジネス推進協議会の事務局のあり方を検討するとともに、新たなインキュベート施設と連携した支援が必要であると考えております。また今後の展望についてですが、コミュニティビジネス事業者は新しい公共の担い手として、ますます活躍の場が広がることが想定されますので、本市としても事業分野を所管する他局への情報提供をはじめ、様々な連携を図り支援をしてまいりたいと考えております。最後に、仮に太陽光発電の収益を独自財源とした基金が設置された場合のソーシャルビジネス等への活用についてですが、経済農政局が太陽光発電の事業主体となることは考えておりませんが、仮にこのような基金が設置される場合には、所管局等とソーシャルビジネス等への活用の可能性などについて協議をしてまいります。以上でございます。環境局長。再生可能エネルギーについてお答えします。まず、環境審議会からの答申を受けて、市は今後どのように進めていくのかについてですが、委員会では導入目標のほか、メガソーラーの導入や公共施設への再生可能エネルギーの積極的な導入等を盛り込むことが検討されております。今後、環境審議会からの答申を踏まえ、土地や建物の貸付制度、市民公募債の活用、また事業用地の選定につきましては、本市が主導的に事業を実施する観点から、未利用の私有地等を活用することなど、幅広く検討していきたいと考えております。
次に、蘇我最終処分場へのメガソーラ設置を土地の貸し付けとしたことについての環境審議会委員への説明についてですが、今後開催される委員会におきまして、十分な説明を行い、環境審議会委員の皆様に理解を求めてまいります。以上でございます。山本直文議員。はい、ありがとうございました。3回目は、意見と所感を申し上げたいと思うんですけども、一応この再生可能エネルギーはですね、42円で買い取るんだというのが、これちょっと高すぎんじゃないかという話が出てるんですが、まあ、結果的にそれは市民の側にまた回ってくるんですけども、逆に言えば、今は非常に利回りがいいと。逆にこれがあまりにも、来年ぐらいからだんだん下がってくるんじゃないかということがありまして、どうしてやるのであれば、42円のうちにやれば20年間財源を生み出せますよという観点で質問させていただきました。まあ、しかしながら、確かに千葉市自身が発電事業をやるのかということについては大変な判断が必要になると思いますし、これはまさに専門的知見からいただいた意見の中で、正しい適切な判断をしていただきたいなと思うんですけども、一方でうまく見積もりをすることによりましてですね、広がっていることによってだんだん単価が下がってきまして、設備費がだんだん下がってきているという話も出ています。そうしますと、千葉市の試算では1億5000万円程度で貸し付けろとほとんど変わらないという話があるんですが、一方で5億円程度残るんだというふうな意見もあるのも事実ですので、これは意見が異なってますが、どこが正しい判断なのかわかりませんが、ここも含めて精査していただきたいなというふうに思います。私がここまでなぜ太陽光の話をしたかというとですね、やはり新しい財源を取っても作ってもですね、それをなんかこう、福祉で施す側に回したり、借金を返済する側にしても、なかなか夢や希望が持てませんので、なんか太陽のエネルギーをやったのをですね、20年間にわたっては基金にして、それをなんかこう、新しい環境の、例えば太陽光パネルの逆の助成だとかですね、さらに、インキュベーションの、そういう社会、ソーシャル課題解決のビジネスの支援にしていけばですね、新しいなんか千葉市ならではのビジネスモデルができるんじゃないかなという思いで、質問させていただきました。過去の、まあ、延長線で答えはないってよく言うんですけど、もう一度人口のこれ分布を見ますとですね、本当に1960年代は11人で1人のお年を支えていたと。でも逆に言うとこれが、2030年にはですね、1.7 人で一人支えると。それも、明確なんだと。さらに、1960年代の時は、寿命が85歳まで行ってませんでしたので、支える期間が短かったと。でも、この人、寿命が長く支える。だから、非常に、このままで行くと、なかなか未来が描きにくい状況になるということから、なんとか独自の千葉市モデルが、新しい自治体運営のあり方として、これすごいじゃないかと。千葉市の人たちすごい考えたねと。確かに環境の皆さんとか市長とか大変な英断があったかもしれないけど、20年後に見て、あの時に決断したのがすごく良かったじゃないかというのをなんかこう、突きたいな、思いがありました。まあ、リスクってのは、そのリスクってのは確かに言ってるといつまでも動きませんけども、まあ、私、よくライト兄弟の話をしますけどね。人間そろそろなんかありえねえじゃないかと言うんですけども、まあ、そんなことを言ってたら逆に先ほど河村議員がありましたが LCC でもなかったわけでね。だから誰かが人間が描いた夢が結果的に何年後に実現していくんだってことを考えてきますと、やっぱり大きな絵を描いてそれに向かって課題をみんなで解決していくんだという形を、もし日本全国でできないんだったら千葉市の中でモデルを作って、それが各他の自治体に展開していくことによって千葉から新しいモデルが広がるんじゃないかということを考えて申し上げました。まあ、最後に、仮にですね、今の試算で5億円入ってくるとすると、20年で5億円ですから、10年で、2500万円なんですよね。経済部の方に申し上げてますけども。そうすると、コミュニティビジネスで今回一等賞を取ると、1社に10万円が出るんですけども、毎年2500万独自の財源があればですね、250団体によく頑張ったねと。逆にそれをきっかけに新たな、なんかビジネスが生まれてくればですね、何にも痛むことなく、人を痛むことなく入ってきたお金で、主体的な市民たちがビジネス的スキームで、なんか地域の活性化のためにどんどん解決していくんだと。介護の問題から、地域の絆の問題から、支え合いの問題から。となると、な今までにはない新しい発想が出てくるんじゃないかな、ということで考えて申し上げました。
まあ、結果的には他力本願で誰かがやってくれるという人よりもやっぱり自分のことは自分たちでやるんだと。ただ一人で生きていくのは大変なのでお互い支え合いを、だからそのためにはソーシャルビジネスが必要なんですが、当然他力との連携も必要になって、これはもう本当に大きな話になりますけども、まあそういった意味で少しでもおじいちゃんとか子育て中のお母さんとか、場合によったら刑務所から出てきた出所者だとか、今までは社会になかなか日に当たらなかった人たちが自分の生きがいやなんか出てですね、それが千葉市にとってより良い形になればですね、行政コストが削減され、いい社会になることということを思って提案させていただきました。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。山本直文議員の一般質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。次回は10月1日午後1時より会議を開きます。本日はこれをもって散会といたします。ご苦労様でした。